入選便は、日本の陸上競技長距離走マラソン元選手、現指導者。鹿児島県日置市出身。身長、176センチメートル。体重、59キログラム。世界陸上競技選手権、アジア競技大会日本代表。鹿児島商業高等学校卒業後、1994年、京セラ入社。 男子陸上競技部が廃部したため、2000年に、伊藤二光監督率いる金坊へ移籍。同金坊陸上競技部には、2000年、シドニーオリンピック男子1万メートル7位入賞、現マラソン、日本記録保持者の高岡樹勢現監督らが所属、入選自身ライバルながらも尊敬する選手として、高岡の名を挙げていた。また、実定の入選マンも、 かつて陸上競技選手として活躍し、順天堂大学在籍時は4年連続で、箱根駅伝を走り、4年時には1区で、区間賞を獲得、卒業後は兄と同様2008年まで金棒に所属していた。京セラ時代の1999年に、世界陸上セビリア大会男子1万メートルに出場するが、20位に終わった。金棒時代の2002年、 フルマラソンに初挑戦。同年3月のビワ湖毎日マラソンが初マラソンだったが3 0トルを過ぎて先頭集団から遅れ始め11位に止まった。その後もマラソンではスランプが続いていたが2005年2月の別府を置いた毎日マラソンでは3 0トル過ぎに自らスパートしてから独走となる。レース終盤でペースが落ちたものの 初めて2時間10分を切る、当時の自己記録でマラソン初優勝を果たした。その後世界陸上をルる新規、大会男子マラソン代表に選出されたが、2005年8月の本番レースでは6年前の世界陸上の成績同様、20位に終わった。2006年2月の東京国際マラソンでは4位に入り、同年12月開催のドーハアジア競技、 大会男子マラソン代表に選ばれたが、3位入賞、銅メダルを獲得した、大崎としらに、あと一歩及ばず4位に止まり、メダル獲得はならなかった。2008年12月の福岡国際マラソンでは、優勝の菅江ケベデとは3分以上の差をつけられたが、日本人トップの2位に入り自己ベスト記録をマーク。これにより、 世界陸上ベルリン大会男子マラソン代表に即内定となった。2009年8月の世界陸上ベルリン大会男子マラソン本番では8位入賞には届かなかったものの通算3回目の世界陸上で自己最高順位の14位に入った。オリンピックにも男子マラソン日本代表を目指して2004年アテネ大会2008年北京大会 2012年ロンドン大会の国内選考会に出場するも、かんばしい成績を残せず五輪選出は果たせなかった。2012年12月の福岡国際マラソンの実施、現役最後のレースとして出走したが、途中足を痛めた影響でリタイアに終わる。引退後2013年に金棒陸上部コーチへ就任。 現在では主に陸上競技の指導者として活動中。ありがとうございます。